はい、JRA のせいやです、はいえー、と先ほどもね、あのー、動画上げましたようにね、えー、なんとかあのー、集荷所の方当たりました、あのーえー、馬券、ね、買いに行くのやめようかなと思ったんですけど法則に気づいてあーもうこれ買いに行ったら多分当たるなと思って買いに行き,行きました、はいえー、で、あと先日ね、購入したっていうね、あのー 1>, 1万円札とか8億とか、えー、っと1億とかの、えー、ラミネート加工の、ね、もの,あの自分でも作ってやってみましたあの素人ながら、えー、セリエですかねあの100均のところで買って、えー、自分でも作ってみました、はいまあ、これをね、えー、買い物ッとして入れておこうかなと、はいえー、でね えー、ジャンボのキャンペーン、えー、私はあのここら辺の近くのコンビニとかスーパーとか全部買いあさりました、はい、買いあさって、えーまあ、はがきね、書いて、えー、もう10通ぐらい、ね、出しちゃってます、はい、当たるかはど分からないですけどライバル多いと思いますけどね、はい、で昨日はね田くじ売り場のおばさんとかにも聞いたらやっぱりあのファックスとかで本社の方から送られてきて あの営業中止みたいな台風が来るって言うんでね、えー、そういう倒れ場もう多いみたいですね、はい、ファックスで来るみたいですね、ああいうとこは、はい、あの中止だよっていうね、はいえー、ではですね、えー、第1423回のロートシックスの予想です。2019年10月14日第14回 金の雨が降るか、はい、えい、ー、今回はですね、えー、2019年10月14日、第1423回の、えー ロトシックス、えー、月曜祝日についてですね、えー、動画撮っていきます、えー。年が3、月が4、日が9の日ですということです。で、シャックで白六木星という日です。で、開催会で言えば、これは、あのー、一桁並なる場例えば1なので、1系列を塗っておりますということですね。はい。でですね、シャック白六木星だった日っていうのが、えーと、まあ、 1>, 1年1ヶ月前ぐらいまでのやつですけどね、えっ、ー、と、3回ありましたってことです。第1405回の時に、8月12日ですね、34619232442、えー、6月10日1387、1127 13、11 2 9 3 0 3738、えー、ボーナス数字33、1月24日1348回121419213343。で えー、33と19が、えー、2回ずつ出てるっていうことですね。はい。で、あとは、あのー、この開催会のは必ずか絡んでると。えー、19とか、えー、これは2 37、えー、43。なので、えー、今回は、えー、1、10、19、28、37、どれかは来るんじゃないかというふうに見たいですね。まあ19も有力です。2回出てるんで。はい。 えー、なのでここからは絶対に選ばなければいけないと思いますで赤いところですね、えー、年月日で,日でも出てるんで、あのー、この赤いところからも必ず出るっていう風に思っておいた方がいいですね、はいでえー、まず,ねまず、えー、と日が9の日なので、えー、月曜日は あしたは、えー、日が9の日なので、日が9の時どん,なんどんな数字出てるのかっていうのが、この27、えー、30とか、2、えー、5っていうのがね、えー、22もですかね、えー、品質してるぞっていうところですかね。はいで、えー、と開催会のねこれはあの1系列なので、その1系列だった時の、えー、ものですね。 えー、ここら辺も気になるところなんですけどはい23とか、まあ、42とか気になりますけどねはいはいでそれで末尾が、えー、4の日ですえっ、ー、と14日なので、えー、04日14日24日と,とかねそういう末尾4の日 えー、8がね私気になってしょうがないんです8と9も出てますけどで40番だ4143とかも出てますあ19とかやっぱ気になりますねこの18とかねはいえー、でさらに、えー、これ白六木製なので白六木製だけ、えー、集めたものです、えー、19やっぱり気になるなというところなんですよねはい 43も出ててこれこれが最後まで悩ましかったんですよ40番台も出てるなっいうことで、まあ、24そうですね6とかも非常にチョイスしたくなる数字で尺の時動画っていうのがこれなんですけど2まあまんべんなくまだ出てますね23とかやっぱここもねやっぱ気になるところですよね27もそうですけど で43がねねやっぱ出てんですよ、ね、ああここでああ32も今今今見たら出てるなっていう感じなんですけどじゃあ、えー、どのように行こうかっていうところで,で私はねあの日がね9の日なのであのー、ちょっとこれは出るんじゃないかなと。 えー、どれか18でその中で私は、えー、18と27を、えー、気になってるので、えー、チョイスしてます1718と27ですね休憩列からは、えー、私はそこをそうですね日がまあ日が9の時にもうね27出てるんで27もやっぱり捨てがたいなと思いまして。 で今回、09と36は省いて18か27いずれか、えー、出る方で、えー、尺の塔にも出てますし、えー、このいずれかで、えー、9系列は選んでみたいとあとは3系列ですねちょっとここら辺いろいろまとめてたんですけど3系列で、まあ、21とかはやっぱり気になるかなとは思ってます。えーと ここでね、えー、と前回出た数字、これです。あの大阪抽選終わりました。はい、大阪抽選が、えー、とここだったんですよね。9月30から始まって、2週間、月、木と、えー、大阪抽選でした。その前で東京抽選なので、東京抽選で出てた3系列の21かなと思って、えー、前回のはね、あのー、リセットかけられての、 また東京に戻るかなとは思うんですけど、えー、なので前回数字でじゃあ引っ,張ら引っ張るのはあるのかとあの東京抽選の時の後の大阪抽選で引っ張った数字っていうのが21なんですよね。はい、なので えー、まあこの中から引っ張るのもあるのかもしれないなと思って私24がやっぱり気になってるんで、えー、シャックの時に今出てる24であとこれを見ると、えー、6系列ですよね24って2442で33が出てるでしょでここは66系列必ず出て,出てるっていうところを見るとシャック出力木星でで私はその。 前回、えー、大阪抽選、えー、先週ですね、の24が出てるんで、この24を逆に、えー、抽選会場変わっても、出る引っ張るんじゃないかなと、えー、東京から大阪になった時はは21を引っ張ったんだけれども、えー、今回はこの24っていうのは、私引っ張る可能性はあるのかなと、えー、見ております。はい、えー、で、24を選びたいと。 で、休憩列の十八、二十七を選んで、で、一系列。やっぱり出てるなっていうことで、えー、とそうですね、十番を十番と十九に絞りたいなと思ってます。えーっとですね、十番と十九は出てますよね。四、六、木星の時にも。えー、で、そうですね、十九は出てるんですけど、えー、と。 10番だとえっ、ー、とどこだかなえっ、ー、とね10なのでそうですね9月の、えー、ここらあたり10番が出てたんですよねはいでそうですね大阪抽せに変わっても10番出てたんですけどもうここまではまた10番出るんじゃないかなという,いうのもありまして一応警戒しておきたいなとあと19が出てるっていう。 えー、ところですよね、はい、であとはあのー、連番が、えー、大阪抽選になった時に連番バーッと出てたんですけどで、えー、月木と連番出ててその後バラバラなんですよね。 で東京抽選に戻って、また連番になるんじゃないかなという、連番東京その前の東京も連番があったんで、で連番が出るんじゃないかなということで、私はこの21と22、3系列で21狙うっていうのは、先ほど申し上げましたけど、21、22と30、31っていう連番が、えー、現れるんじゃないかなとうーとも見ております。はい で31以下で決まるんじゃないかなとも見てます。40番台は確かに気になるんですよ。42とか43とかね、あの出てもおかしくないなとは思うんですけど、えー、とどこだったかな30こ、この時みたいにね、あの31以下で決まるっていうパターンうーんを私は狙っていきたいなと思ってます。はいえー でですねどう買うかなんですけどその連番で先ほども言った30、31、21、22っていう連番3系列と4系列ということですねで3、4も考えたんですけどこれやめたとで18、27で、えー、そうですねえー、っとこれですかねでいろいろこう絞ってましてでこういこうか9系列は18、27で 1>, で1系列は10、196系列は6もね、ちょっと気になるんですはいえー、っと6もね、四六の時にも出てるんで、えー、6入れ,入れたいなとであとは30、31、21、22の連番で軸やっぱりもう一つ入れたいなとそうじゃないと絞れないので,で0、8にします。はい はしばらく出てなかったんですよえっ、ー、としばらく出てなかったんですね08に関してはあのここでボーナス数字ですかねそうですねえっ、ー、と1412回の、えー、ボーナス数字で08出てからまあ出てないので、えー、もう出ていいんじゃないかなと。 を見ております、えー、末尾4なので今回、えー、出るとしたら今回かなと、末尾4の今回、末尾4なので、4の日に、えー、末尾4の日に8は比較的出てるんで、もうそろそろ出ていいんじゃないかなと、出るタイミングとしたらもうここじゃないかなと、えー、私は見ておりまして、えー、でね今回はあのー、こうしたフォーメーションからですね、1、えー、面目を絞るとですね、 えー、点数多くなりますけど,、えーどこ,かえー、このようになっております、私の買う,の買うものですね、にしろや8点と8点なので、えー、16点になりますけど私はこれ、ガチで買います、動画であげた以上はあのー、ガチで、えー、毎回買わせていただきます。 その8とあとこれですね、あのー、6も先ほど言った、あのー、出てるっていうこと、この、えー、シャック主力で6系列が出てるっていうことで6か24は出るんじゃないかっていうね、えー、6系列、6か24ね。で、この連番が出るっていうことで30、31、21、22っていうのと、1系列はど,どっちからか出るっていう、9系列 はいえー、今回はこれでいかせていただきます。はい